ホワイトラプソディカオリンのアンドゥトゥア。はい、カオリンのアンドゥトゥア。すげえ、そう、ハモったね、今ね。ということで、3月30日土曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。カオリンのアンドゥトゥアでーす。はい。ということで、まあいろいろとね、3月もう終わりにはなるんですけども、3月いろいろと、いろいろありましたね。ありましたね、かおりん。ありましたね。かおりんまだ若いのに、もうちょっとかおりんばあちゃんっていう感じもなんかしますよね。なんかありましたよねっていう感じが。まあまあ、早速ですけどね、じゃあホワラップの3大ニュースをお届けしたいなというふうに思います。まず第3位ですが、ね、発売になりました、それがラプソディ、売上好調、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。ということで、今月17日に発売となりましたフォアラップの3枚目のマキシシングルですね、それがラプソディ、はい、発売になり、まあ、やっぱり今までの CD と少し毛色が違うというかね、うん、まあ、ちょっとブラックラプソディ的要素を踏み入った、うん、なんとも言えない、まあ、シャープさがね、やっぱり今までシャープさっていうのを出さなかったんですけど、まあ、シャープさが加わったホワイトラプソディの新しいそれがラプソディが結構ね、あっちゃこっちゃからご意見をいただいておりまして、いいと。お、ありがとうございます、ね、いただいております、うん、ありがとうございます。ということで、次第2位の発表でございますが、第2位はこちら、新生堂イオンモール市場のアーテさんでミニ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 キャンペーンやってきたよ、ありがとう、ありがとうございます。ね、お越しいただいたファンの方もいらっしゃいまして、市場のアーテのイオンモールさんの中にあります新生堂さんで、本当はね、これね、挨拶に行くだけの予定をしてたんですけども、まあ少しご厚意で、うん、お店の前のスペースをね、少し貸していただいて、30分ぐらいですかね、30分かな、ちょっとキャンペーンという形でね、通りすがりの人たちにホワイトラプソディだなっていう、ね、どんなイベントやねの、まあまあアピールしながら、あとお店の中でもね、ポップもね、作ってくださっててね。そうなんですよ、うんうん、なんか嬉しいですよね、ラミネート加工でね、みんなの頭の上くり抜いてこう並んでるやつとか、うん、プロフィールのねやつをわざわざホームページご覧になって書いていただいて、貼り付けていただいたりとかしてね、うん、しかもすごい出来が良かったですよね。すごかった、もうアートだったあれは、ね、3D でね、こう前になんかどん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 やってくるっていうのはね、うん、あれ逆に僕も写真撮ってたんですけど、勉強になったなと思って、こんな丁寧にこうやって作った、こんだけこうね、ネット素材からでもこれ作れるんやっていうのがちょっとね、うん、感心しておりましたけどね、まあ、あれを見てミユだけがね、ちょっとね、一言ボソッと言ってたんですよね。なんて身長がちょっと5センチ低い、あ、言ってた、そうなの、なんかめっちゃ伸びたみたいですね。そう、お店の方は決して間違いじゃないんですよ、プロフィールをね、見ていただいて作っていただいているので全然間違ってないんですよ、うん、僕はびっくりしたのが、プロフィールって言ってももう11月とか10月にね、うん、まだ言うても4、5ヶ月前に出しているホームページのプロフィールから、うん、なんとミユ身長5センチも伸びたんかいっていうところにびっくりした。すごい、ね、成長期？成長期すごい、ほっとくと多分2メートルぐらいまで行くんじゃないか。半年ペースで5センチ伸びたらすごいです、ね、すごい、ちょっとびっくりしたよね。で、プロフィールも僕慌ててだから5センチちょっと足したんですけどね。うん、という、まあまあ市場のアーテさん非常にいい時間を割いていただきまして、ポップも作っていただき、店内もね、ずっと曲かけていただいてね、うんうん、ありがたかったです、ありがとうございます。ということで、そして第1位の発表はこちら、新生堂難波店さんでレコ初トークイベントやったよ、ございます。またね、新生堂さんにお世話になっておるんですけど、難波店はね、難波シティの、まあ、高島屋のちょうど下を降りたところにあるぐらいの場所で、非常にね、僕らも普段馴染みのある場所にあるんですけども、まあトークイベントでね、お昼間からね、まあ、数時間咲いていただきましてね、うん、はい、私ちょっとびっくりしましてね、行ってね、事前にご挨拶には伺ってたんですけど、うん、まあここでやりますからって言って、ありがとうございますって言ってた時は、まあお店の中でまあこじんまりとね、やる予定やって、ちょっと近隣のお店の問題もありますので、音出し基本的に音のライブとかちょっとなしの方向で、分かりました、トークイベントですから了解しましたという話をしてて、だいたい椅子にしたら10席
から、うんまあ、多くて12席ぐらいしか座る場所もないので、うん、って、あ、そうですか、分かりましたって言って、いざ当日行ってみたらすごかったすごかった、壁がない、あれ、あの壁どこ行ったのフルオープンになってたあれって公開録画のような状態でね、なんかお店から壁が取っ払われて外向きになってて、うん、僕の中ではまあ12人ぐらい来たらとりあえず落ち着くならまあそれは大丈夫かって普通にちょ正直思ってたんです。蓋開けてみたらあれ 3,40 人いないと成立せんっていう状態になってて、かなりあれ焦ってですね、ちょっとびっくりしましたけど、まあ最初もともとトークイベントだけでやろうと思ってね、あの進行の台本を書いてリーダーの直に渡してたんですけど、まあ、あの言ってもやっぱりトークだけでね、その30分間ぐらいやるってなると、まあだんだん盛り上がりに欠けるというかね、うんうんうん、があるから、どっかでってなった時にちょうどね途中であの関係者の方から、いや声は出せませんけど振りで踊っていただいても結構ですよって話になって、うん、と思って、ね、急遽踊ることになって、うん、そうするとねちょっと賑やかになった感じが、うん、よかったですよね、ねしますけどね。カオリンはどうですか。まあさ、カオリンは1位の発表の前の、まあ、2位のね、はい、市場縄手での、ミニミニキャンペーンの時に、うん、メンバーからは3名しかねその時は来ておりません、はい、カオリンもちろん来てくれまして、あとはまあリッチャーとね、ミユが来てくれておりまして、その3名でやったんですけども、うん、あれ普段からあの辺は行ったことあるんですよ。そうですね、市場縄手はよく行きます ね市場縄手むちゃくちゃでかいですよ。でかい、うん、広い。ちょっとびっくりしてね、うん、僕はマネージャーと一緒にバスで駅から行ったんですけど、はい、まあ最初普通の、まあ、街というかね通ってて、このバス一体どこに向かってんやろとか、イオンモールなんかどこにあんやろと思って、うん、最後なんかこうちょっと高速道路の下を抜けた先に違う街が一個あるやんと。そうなんですよ、ドーンってありましたよね。あのイオンモールはあれ街でしょ、もうちょっとやろう。ほんで正直ね、うん、そこまで至るまでにバスの外の景色見ててもそんなに人いないんですよ、うん、日曜日でしたけど、そんないないですよ、うん、でイオンモール入った瞬間に人どんだけおんねんっていうぐらいおって、ね、多分もう人口のほぼほぼイオンモールに集まってんじゃないかっていうぐらい、まあ何でもあるし、うん、でかいし綺麗やし、ちょっとびっくりしましたね。なんかね、大きいですよ。もうつい最近ですもん、できたの。あ、そうなんですか。全然僕結構最近ですね、うん、3年4年ぐらい。そんなぐらいですか。なんで、なるほど、結構新しくて、うん、あれ端から端まで行くだけで結構大変でね、結構かかりますよね。でしょ、うん、フードコートも2フロアに分かれてたんですよね、うん、でなんかこう行って最初標識に沿って歩いてたらもう空港並みにね遠いんですよだからこっちやっていうかほんほんほんって歩いてたら延々たどり着かないんですよ、うん、で、まあ、自分が結果的にちょっと道間違ってたんですけど遠い、広いから、うん、広いですね。あれほんと空港じゃない、うん、海外によくある大きなね、あれ関空よりでかいでしょ絶対、中 その歩ける面積としてのお店の場所に関してはね、うん、まあ、すごいなと思っててね。いやもうあれ1日あそこ折れますよね。入れます ね、 なんかね、映画館もあるしね、フードコートあって、うん、まあ、お店も何なりと揃ってるっていう感じでね、うん、市場縄手店のまあ、イオンモール市場縄手店にある新生堂さんは、まあ、半分雑貨が置いてたりとかね、うん、楽器も置いてたりとかして、はい、私初めて見たんですけどね、市場縄手のイオンモールさんの新生堂で木だけでできてるようなエレピみたいなのがあってね、ピアノやってる人としては、まあ、あんまり普段ね新しいの買おうっていうこともなく、その慣れたものを使い続けてるからあんまり新しい楽器必要な時は見ない、必要じゃない時は見ないんですけど、全部木でできてる、なんかすごいね、なんか今っぽいというかね、カフェにあったらおしゃれそうなエレピがあって、へーと思ってね、こんなにも出てんねんやと思ってね。なんか音も優しいんですかね。まあ音は一緒でしょうね。あ、そうまあまあそういうちょっと新生堂さんもなかなか面白いなと思ってて、うん、ね、なんか昔やったらレコード CD って感じもしましたけどね、うん、まあ、そんな市場のアテさんももちろんポップを作っていただき、そしてナンバー店さんのイベントでもね、ポップに皆さんポスターにサインをして貼ったりとね、うん、はい、なかなかね、まあ、そんな話を引き続きしていきたいところなんですが、まあ3月30日ということで、はい、
もうね卒業式も終わり入学式を待っている皆さんたくさんいるんじゃないでしょうか、うん、ということでこのタイミングでぴったりな曲、ホワイトラプソディ、3月17日にリリースされました。それがラプソディに収録されてます曲で A。 曲はエールでした。ということでまあこのね収録の3人には今年に関しては関係ないよね、はい、今年に関しては、ね、卒業というのはありませんけども、まあ、振り返ればそうだったっていう形にみんななるんじゃないかなっていうふうに思って、この前とかミューもね、あの春から学校始まるということで、まさにナンバー10のイベントの中の話にありましたけど、まあ、違う学校というかね、高校に行くことによってクラスメートがね、またバラバラになるということで、まあ、そうすると入学式ね、この教室ですよって言って、こう初めて多分、まあ、引率の先生にこう連れて行かれた教室の中で感じる、まあ、不安と期待と、まあ、何とも言えないそのちょっと緊張というか張り詰めた空気の中から始まる3年間のスタート地点と、卒業式であるエンドまでのこの3年間をギュッと4分ほどに凝縮したのがこのエールという凝縮しすぎやろって話なんですけどね、まあまあそういうことでございます。まあナンバー10のイベントね、せっかくやったのでちょっと戻りたいんですけど、カオリン的にはどうですか、はい、ナンバー10のイベント。ナンバー10、もう本当に初めて行った時に、これはやばいこれはちょっと人来てねってずっと思いますよねやばいって思ってたより何十倍もハードルが上がったって。いやもう同じ意見ですよね。そうなんです。でもなんか結構踊り出したりとかするとこう吹き抜けになってたじゃないですか。あそこの上からこう見てくれてる方とかがいて、こう下には降りてきてないけど見える位置やったし、そうね、そうなんですよ。結構立ち止まって見てくれた方が多かったので良かったなって思ってます。そうですよね、そうなんです、まあ、B2 にあるということでね、比較的目的を持った方があのエリア集まるのかなっていうふうに思ってたんですけど、目の前がまあ本屋さんで、大きな本屋さんがあってね、隣にはあの某大きな靴屋さんがあって、まあ、日曜日なのでそれなりに人がいたんですけど、まあ、それでもハードルという意味ではね、朝だから僕が行ったって同じこと思いましたよ。なんかレイアウト違うくないってで、もちろんお店のご厚意でねやっていただいてることも非常にありがたいことでね、ここまでやってくれるんやと思いながらね、店長さんボソッと一言おっしゃったのが、いや、うちも初めての試みなんですいや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 怖い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 初めての試みまあ
でもまあ終わってからもまあチェキの撮影をやったりとか、ご購入したされた方の特典としてまあサイン会とか、まあそういう形のちょっとしたミニイベントを組んでたんですけども、いいスペースでしたけどね。そうですよね、結構広かったけどこう目につく感じだったし、こう降りて上から降りてこられた方もちょうど通る位置やったんで、そうですよね、エスカレーターが横でね、見てくれてはるわと思っておばちゃん見てくれいや、なんかよくねテレビの記者会見なんかでもありますけど、その喋ってる人の背中の壁にね、まあ、スポンサーロゴとかがいっぱい入ってるような、ほんまにあの、ね、野球のインタビューとかでもありますけど、はい、まあ、あの状態で壁がね全部新生堂さんのロゴになっててね、そうですね、で、まあ、その前で、まあ、チェキの撮影をやったりと、まあ、エプロンをちょっとお借りして、あれ可愛かったですよね、あれ可愛かった、いいですよね、なんか新生堂さんなんか、まあ、ロゴもそうですけど、あのエンジの色というか色もなんか上品でね、可愛かった、良かったですよね、だからエプロン写真もメンバーみんな結果的に来てね写真撮ったりと、非常にありがたいイベントでございまして、まあ、終わってからですね、ちょっとあの夏のねリリース時にも、よかったら来てくださいっていうことなので、ありがたい、ありがたいです、ありがたい、まあ、夏場はねもっとより素晴らしい内容と、より素晴らしい集客を目指し日々精進していきたいと思っている、はい、今日この頃でございますがまあまあまあそんなコーナーで、まあ、今回実はですねやっとここで発表ではございますけど、トークテーマとして、はい、CD レコードというものをテーマにして今日は喋ろうというふうに思ってまして、はい、カオリンは、はい、まだまだ若いんですけど、はい、一番最初に聞いたんじゃなくて買ってもらったでいいですけど、はい、もうレコードじゃないですもんね、絶対違いますよね、そうですね、もう CD ですよね、はい、CD として、まあ誰の CD か覚えてますか、誰の CD やろ、要はだからお父さんお母さんとかがこれ家にあるやつを聞いてるのじゃなしに、カオリンからこの人の曲聞きたいからちょっと CD 欲しいって言った、はい、何歳の時でもいいんですよ、の時って何か覚えてますでしょう、多分、小学校高学年ぐらいだったと思うんですけど、4、5、6年生の、まあ、どこかなんですけど、はいはい、AKB さんは全盛期で、もう神セブンと言われてる方々が大活躍されてた時あって、その時のシングルをめっちゃ聞いてましたね。カオリンの時のシングルって言うか AKB の時のシングルって普通に12センチの方の正方形ですよね、イエス。そうですね、正方形でした。ですよね、はい、僕の時は縦長やったんですよ、私の時も縦長、縦長って知らん、言うたら知らないです、コーヒーとかの、まあ、グラス置くコースターぐらいの大きさの CD って知らん、一回りちっちゃいこんな8センチぐらいの直径の CD がある、MD みたいなやつ、いやいやいや CD、 CD の形があれがもっとキュッてちっちゃくなったやつ、それがシングルやって、で、縦長やった、真ん中でパキッと折れんねんけど、ケース、そうだから今の正方形は、まあ、アルバム買ったらもちろん正方形なんやね当時から、はい、やんねんけどシングルっていうのは縦長やった、そうなんや、で下半分はプラスチックの板みたいなのがあって、上の上半分に円盤が、だからこんなちっちゃな円盤、8センチぐらいの円盤が入ってて、でそれをプレイヤーに入れて聞くっていう、でそれがいつしか、まあ、みんな同じその12センチ版になって、っていうのね、全然想像できない、ね、確かに今見たらこれなんやろって、ね、なるかもわかんないけどね、そうやったんや、知らんかった、いやいや、まあ、AKB さん、曲は覚えてます、ヘビーローテーション、ヘビーローテーションだったと思います、はい、出たぐらいやったんじゃないかな、はい、超全盛期のね、そうですね、中原さんなんか一番最初になんか私覚えてます、何歳の時か忘れましたけど、岡本真代さんのトゥモローを買いました、岡本真代さんのトゥモローね、これ香り知ってますか、トゥモロー、あとあれです、岡本真代さんは知ってます、トゥモローはちょっとパッと出てこない、まあ、そうですね、名曲ですか、そうね、多分サビとか聞いたら、あーってなるかもしれない、あ、まあまあね、はい、いやこれでもね実はね僕は香りと共通点があるんです、はい、
かおりんは小学校4年5年6年のどっかで、はい、あの AKB のね、はい、やつが最初だったって言いましたけど、僕もね小学校4年5年あたりで、はい、レコードですよもちろん当時、はい、レコードで当時のおにゃんこクラブの、うん、おつながってる、つながり、おにゃんこクラブの中のソロで新田恵里さんっていう人がいて、新田恵里さんが出した冬のオペラグラスっていう曲があるんで、はい、シングルで、はい、それのレコードが最初だと思う。そうなん、今でも覚えてます。 JR 福島駅の駅の下にあるレコード店で初めてお金を出して買ったのがそれで、まあレコードシングルのちょっとちっちゃい方のね円盤のレコードで、恋のロープをほどいてか何かが B 面だったと思うんですけど、まあ当時はほんまに B 面っていう言葉があったので、ね、あのカセットもひっくり返す、もちろんひっくり返してね半分つくような感じですから、まあまあそれで同じね、あの秋元康先生のねこう同じグループをこのだけの世代を経ても、まあスタート地点っていうのはやっぱりキャッチーなものから入るのかなと。僕なんかもその後だから、まあ、いろんな曲を聴くようになったんですけど、はい、やっぱ最初はテレビで露出してる人たち、うん、まあ、僕らの時代インターネットなかったですから、その家に、うん、あのまあ、テレビで見るところの露出度の高い人たちのことをファンになりやすい時代があってね、うん、だからまあ CM で多く見れば気になり、うん、テレビでよく流れるアーティストは好きになりっていう、まあ、比較的そういうちょっと簡単な時代なのかなというふうに思うんですけど、今もっと選択肢が多いですからね、うん、そうですね、うん、いやなかなかですね、まあ、そんな中でですね、実はまあ CD レコード、はい、まあ、今回新生堂さんにお世話になりましたが、まあ、今のお店いろんなものがあるよということで、はい、今回のカオリンのアンドゥトロア、カオリンに言ってもらいたいものはですね、実は私個人ではございますが、最近レコード屋さんで買い物したものベスト3ということでお届けしたいなと思います。第3位はこちら、はい、音楽雑誌ということで、やはりね、昔のレコード屋さんといえばもう、まあ、レコードがあり CD がありカセットがありみたいな形でしたけど、うん、今も本当にいろんなものをね、うん、売ってて、まあ、先ほどちょっと言いましたけど、市場のアーティ店さんの中では、まあ、雑貨を置いてたりとか、ナンバー店さんの中にももうたくさんいろんなものがあってね、もちろんイヤホンからそういう、うん、あの、うん、普段聞くのに便利なのヘッドホンとかもそうですけど、いろんなの売ってる。まあ、そんな中ですね、音楽雑誌というのも、まあ、本屋さんに行かずとも現在その、まあ、音楽に結構専門的な内容のものに関してレコード店で買えたりもするということで、まあ、音楽雑誌たまに買うんですけども、はい、まあ、なんとね、実は少しこの話フォアラップに関係がございまして、4月、まあ、まだ3月30日ということであと2日あるんですけども、はい、4月に発売になります5月号の CD ジャーナルという雑誌の中に、はい、それがラプソディ実は CD 載ってるという。わお、ね、そんな音楽雑誌、CD ジャーナル初めて知った、ね、初めて言いましたからね結構さらっと言われたけど初めて知った。そうなんですよね、あの、まあ、まあ雑誌っていつも、ね、1ヶ月早かったり2ヶ月早かったり、ファッション雑誌とかちょっと話一瞬ずれますけど、これ僕ちょっと文句言いたいんですけど、はい、今ね、まあ、3月じゃないですか、はい、雑誌5月号とか売ってるやつあるじゃないですか、あ、もう意味が分かんないですよね、もう普通に、いや3月中に買えるものは3月号でよくないっていつも思うんですよ。うん、なんかもう年末年始とかこんがらがってくるでしょ、12月頭にはもう1月号みたいな話になってるけど、今12月ちゃうのってちょっと毎回思うんですけど、まあ、あの乗っけていただくところで申し訳ございませんけど、5月号の CD ジャーナルが4月に発売になり、その4月発売の5月号の CD ジャーナルに、3月発売されたそれがラプソディが載るという、ややこしい。そうなんですね、まあ、あのそんな形で雑誌も載りますので、皆さんぜひね4月になったら CD ジャーナルの方買いを求めいただいて、中どこに載ってるか僕も全くわからないですけど、どっかに載ってるということなので、皆さん探し出してほしいなというふうに思います。それでは第2位の発表がこちら、某アイドルの CD ということでね、これはまさに実はナンバ店の新生堂さんで、僕が事前にちょっとあの人は違う日にまた別で買ったものなんですけども、うん、はい、まあ、名前はちょっと避けますけど、はい、まあ、今ホワイトラプソディを担当しているということもありまして、まあ、他のね、あのアイドルグループの皆様の CD というのは比較的目を通すようにはもちろんしておりまして、はい、まあ
いろいろな理由で目を通してるんですよ。例えばもちろん CD の曲音質とか編曲どう、あこんな形で今新しいのこんなことやってんだなるほどへーとか、うんうんうん、まあ本は見てね何ページぐらいでやってほなそうするとまあ、某大人気グループと今回のフォアラップのそれがラプソディ実は若干ジャケット似てるんじゃないかっていうふうに思って、うん、私ちょっと焦ってたんですけど作り手として言い訳ではございませんが去年の9月にできておりました曲なので決してパクってはいません結構雰囲気似てるんですよね、似てましたでページ数も一緒だったということで、ねうん、ちょっと買ってからびっくりしたんですけどねこう並べて置いてみておおってなってね、うん、まあまあ、まあ中身をチェックしたりとかするのに現在も CD をたまに回されてね購入したり聞きたいやつも聞くんですけどね、うん、やっぱりまあ前の放送でも言いましたけど配信で聞くものとやっぱり手に取ってブックをねゆっくりペラペラとめくって、まあ、歌詞を読んで、まあ、聞くものとやはり少しこれは違いがあるんじゃないかなって僕なんか思うので、ホワイトラプソディ現在ね、インターネットもそうですお店での予約お店でのも買えますし、まあ、もろもろ買えますのでぜひ皆さん CD を手に取ってほしいなというふうに思います。はい、はい、それでは、今回の第1位最近僕はレコード屋で買い物したもののベスト1の発表はこちら007のブルーレイということで、ね、いろんなもん売ってますよって言った中でね、はい、ブルーレイも売ってるんですよ、ね、びっくりしましてブルーレイまさに新生堂難波店さんなんですけど、うんはい、しかもいつ買ったかっていうと、はいトークイベントのあの日買ったんですよあの日朝、まあ、朝というか、はい、見に行ってあここでやるんややばいなちょっと広なったなとかって思ってる時に、まあ、お店楽屋というかね皆さん控室こちらは使えますのでって言って、まあ、案内されていくわけですけども、はい、それを歩いてる最中にですねワゴンがありまして、はい、ちらっと見たら僕は小学校の時からもう007が大好きでね大人になったジェームスボンドになるって決めてたんですけど、はい、その007のね、はい、ブルーレイが横にブワー並んでるわけですよ、うん、でこれは買おう言うてもうね何も考えずにね丸ごと17枚取ったんですもう棚ごとその置いてるやつもうあこれ全部買うわで、まあ、パッと斜め読みしたらタイトルがみんな違うかったからね、うんうん、大丈夫やもうさすがに同じ作品2個はいらんからうん、うん、見たらみんな違うなら、まあ、何枚か分からへんかったんですけどレジで、まあ、17枚やったんですけどレジ17枚ね買うこれで僕はフォアラップの作業とかもそうなんですけど基本的に横に映像をいつも出してるんですよ前も言ったかもわかんない、うん、Hulu を見てたりね、はい、Amazon プライムで映画を見たりもするんですけどこれ007久しぶりに全部見たろう思って、はい、買おうわー言うて買って帰ったんですね、はい、話はここからですよはいでね紙袋に入れていただき、はい、生産の終わったその17枚のね、はい、ディスクを持って帰って、はい、まあもうその日はもうバテバテですよイベント当日でしたからね、うんうん、もういろいろやることあって、うん、で翌日になってあそうや昨日買った007のやつパソコンに入れてみよう、はい、そうすると一つ気づいたんです僕の使ってるデスクトップのパソコンって、まあ、中身いろいろいじってるんですけどディスク入れるところ DVD しか入らないやばで、はい、横見たら17枚007のブルーレイディスクがあるんですよやばいやばいあれあれなんかいつまで経っても画面に何も出てけえへんなスタート画面なれへんやんってなんかよく耳澄ましたら、はい、ディスクがねなんか回ってるんですよ回ってるけど多分行き先がないんでしょうね画面に表示されないのではっこれ DVD や俺のパソコン DVD しか見られへんと思ってそしてそこからですよ、はい Amazon で、はい、ブルーレイプレイヤーをまず頼む、はいね、これ買えば見れるわ、うんうんうんね、でもそれをパソコンにつなパソコンのモニターにつなぐとちょっと僕としては利便性に困るというか作業的に困るから、うんうんうん見えるモニター買わなあかんということで今度テレビですよ机の上に置けるそんなでかくないハイビジョンのテレビ、うん、と、
ブルーレイ再生機を、まあ、購入いたしまして、昨日到着いたしまして、はい、昨日だけで3本連続で再生してたわけですけどもこれね、はい、今ブルーレイってね、なんか昔ブルーレイってちょっとすごい綺麗な画質で高いイメージありましたけど、そのワゴンなんか17本買ったって言っても1本1000円ですよ。え1本え、そうなの。そうなんですよ、もう1000円で買えるんですよ。え、もっとすると思ってた。いや僕も思ってたんですよ、うん、でね、なんか見たらなんかさ DVD やろうなと思ったんです、値段的に、うんうんうん、まさかのブルーレイやったんですけど、今1本1000円でね買えるっていうのもあって、まあそれやからも17本もちょっと大人買いですよこれ、うんうんうん、1本5000円ぐらいしたらちょっとやっぱ躊躇しますよね、17本買うのに、ね、まあ、1000円やったらね別に何もでもよかったもんね、うん、17本ですよ。でそれを結果的に言うとね、あのブルーレイプレイヤーとね、うん、テレビを買い直したことによって1本あたりのお値段が、はい、映画館に行くのと変わらないじゃないですか結果的に僕は17本映画館に見に行くような価格で見ることになるんですけど、はい、まあでもね、あの手に入った以上これからさらにちょっと新生堂ナンバーさん、ナンバー店さんもたまにちょっと行って、うん、この1000円ブルーレイシリーズをねちょっと貯めていこうかなと思いましたね、うん、いいですよね1000円だったら、うん、で中身見たらちゃんと特典映像もあるし、うん、音声字幕の切り替えもあるし、もうちゃんとしてますよ、もちろん1000円でも、うんうんうん、なんかねすごいねと思って、すごいいい時代になりましたけどね、うん、なんかいっぱいあったんでね、まあ、映画好きの方はぜひね新生堂ナンバー店さんに、ナンバー店さんに行っても1000円で買えるということなので、うん、ぜひ皆さんで、まあ、くれぐれも再生機種だけは最初に、DVD、ブルーレイかだけは皆さんぜひご注意願いたいというふうに思います、まあ、そんな中でですね、今回ちょっと2曲目に再生する曲なんですが、そんな007全く関係はございません、まあ、あのよくねこの番組では再生しておりますダブズキー、まあ、中原さんねメインボーカルを務め、そしてアスカもギターを弾いてるんですけど、これアスカが誰かってこの番組を聞いていただいている方は知ってるんじゃないかなと思うんですよ、うん、ね、コアラップのライブの時にチェキの、ね、撮影をしてくれてるお兄ちゃんですよ、うんね、手伝いに来てくれてね、うん、でこの前のイベントでも、まあ、アスカが来てくれてチェキの撮影をしておりますが、そんなアスカが全部のギターを、まあ、コアラップの曲はもちろんそうですけども、今からお届けするラブズキーもそうです。何の曲を再生するかと言いますと、少しちょっと季節は早いかなとも思うんですけども、中原さんメインボーカルで歌っておりますこの曲、枯れないひまわり、聴いてください。月に手を伸ばすひまわり、届かないこと分かってるけど、何もしなきゃ本当に枯れちゃいそうだから、枯れないひまわりでした。バイ、はい、どうですかカオリン、これね、いやなんかひまわりってついたから、うん、もうちょっとこうアップテンポのポップの感じかなって思ったら、ポップだね、うんうん、なんか、ね、思ったよりこうなんて言ったらいいんやろマイナー調でしょ、うんうん、
なんか思ってたんと違うかったけど、逆ですよ、うん、そう、でもなんかすごい良かったですね。カレナイの周りね、はい、なんかまあアスカもギターワンって弾いてね、なんかわかるカレナイ、ヒマワイって歌ってます。私も話してない。まあまあ、そんな中、ちょっと話を戻したいんですけども、まあまあ CD レコードということで、まあカオリがね AKB を最初に買ったということですが、はい、うんうん、これよくよく考えてみるとね、去年の11月に、まあ、カオリの CD をねホワイトラプソディ出しておりますけど、今回まあそれがラプソディが、全国発売になったということで、あえてお店にね、今まで行ってたお店の中に自分の CD がこう置かれてるっていうのは、うん、あれどんな感じですか？なんかすごい語彙力のなさが分かる一言なんですけど、カラオケ行った時もそうなんですよ、自分が出てきて、うん、ウェーって、ウェーって思う。そうね、カラオケもカオリ一番最初にメンバーとして間違いなく一番乗りで、ホワイトラプソディってね、ジョイサウンドで入れて、うん、はい、自ら歌った動画を送ってきてくれて、はい、あ、おかげで、あ、今も入ってるんやってことが分かったんですけど、まあそうですよね、そうなんですよ、なんか、ウェーイってなる。まあ不思議な感じでしょ、うん、言ってしまえば思いますね、あれなんか、なんか私にそっくりみたいな感じ、今日にいた人いてはるわみたいなね、はい、いやあれはみんなそうなるんちゃうかなと。だからまあ音楽の歴が長くて、まあいろいろその活動しててね、何枚も CD 過去に出してる人にとったら、まあまあ同じ戦場にあるので、うん、まあ、やっとここまで来たか的な感じになるかもわかんないですけど、ホワイトラプソディに関してはもうほぼほぼその音楽っていうところとはあまり直接関係のなかった子たちが、うん、集まったグループでスタートしてるので、うん、まあ余計に変な感じするんちゃうかなっていうね、うんうん、なんか11月にデビューしてからわずか4ヶ月ですよ、はい、で店頭に並んだっていうことで、いや見てるこっちとしてはね、もちろんありがとうございますっていう、まあ事務所制作側としたら、うん、かけていただいてとかね、貼っていただいて、うん、置いていただいてありがとうございますに尽きるんですけど、まあ出てる側からするとまたねやっぱ不思議な感じするんやろうな思ってね、うん、こうカラオケもそうでしょ、ハ行から、うん、ハイフヘホーでいくと、うん、ねホワイトラプソディが出てきて、はい、他ホって誰がいるんですかね、ホのアーティストさんで、いやもうパッと出てこないですけど、ホワイトベリーさんとか、あ、ホワイトベリーさんいますね、うん、あんまですね、ホワイトベリーさんいますね、僕今勝手に保坂直樹さんが出てきたんですけど歌出されてるのか全然知らないですね。そうか、ホワイトベリーさんいますね、うん、そうかそうか、まあまあ他にももちろんたくさんね、うん、いてはるんでしょうけどね、あれ曲からも今検索できるんですよね、曲からも行きましたね、あ、行けましたか、はい、まあ何が入ってますかね、結構いやほら木枯らしとかやったら、木枯らしって他にもつく曲、キョンキョンもあったんじゃないですかね、うん、小泉今日子さんね、あと僕の非常に尊敬しております大江千里さんも木枯らしのなんかありますね、木枯らしって結構木枯らしから入るといっぱい出てくるんじゃないかなって気がしますけど、それがラプソディって、それがってつくタイトルあまりないんじゃないですか、それが、うん、それがなんとかって一応狙ってつけてるタイトルなんですけど、いやらしいとね、類似を避けるためにちょっとあえて点を打って、それがで点を打ったんですけど、まあそれがラプソディは多分それがないんですかね、分かるんですよね、うんうん、それがってなかなか見ないですよね、うん、ね、次の曲、うん、これがつけましょうか、これがあれがこれがあれがどれ、何やねその、いやいや、まあまあ、カオリももうこうやって活動していってるわけなんですけども、はい、こどっかでね、なんか DVD みたいなの出せたらいいですよね、まあ、すぐじゃないでしょうけどね、どっかで今も2枚組とかもザラですからね、うん、はい、なんかあれなんか見ててね、レコード店のそのおまけというかね、購入特典で今回はポスターにサインとか CD にサインとかっていう形で、まあ基本的にはサインとポスターっていう形にしたんですけども、なんかありますか、そのレコード店で買った時に、もう言っちゃいますけど、やっぱ夏場ね、正直もう新譜控えてるわけで、ホワイトラプソディもう発売したばっかりですけども、次の制作に入ってるっていう状態なので、まあそんな中でそのこんなんつけたら面白いんちゃうっていう、なんか A、B に分けたらいいと思います。
エビには、エビに分けるわけです。違う。なんて言ったんやろ。ジャケット A、ジャケット B みたいな感じに分けてみたりとか。いや、最初ね、最初 C、はい、D ぐらいまでやると思ってたの。で、思ってて、なかなかね、リアルな話するけど、その制作コスト的にプレイスし直さなあかんっていうのが、ジャケット、僕がね、僕だけやり直さなあかん。はい、で、他のグループが結構 A 版、B 版とか C 版とか D 版とかあって、はい、でそれらも僕チェックするのに買ってるんですよ、はい、なそうするとあのメンバー要さんいるのに表紙には4人しかいないとか3人しか写ってないとか、うんうんうん、まあ、B バージョンはこの人しか写ってないとかみたいな形で分かれてるじゃないですか、うんうん、はい、こんなんやったら絶対またメンバーこれ揉めるやろうな思って、これなんで私が写ってないの、私が写ってないとかね、もうみんな言うんちゃうかな思いね、もうなかなかあのジャケットの構成って非常に難しくて、そうですね、毎回悩んでるんですよ、あのまあ、誰かが基本前に行き誰かがこう、まあ、どっかに立つともバランスの問題があるんで、うん、あの一番まあ綺麗に美しくはまるバランスを考えてはいるんですけども、まあ、A 版 B 版というのはでもありかもわからないですよね、うん、もうね、なんか全員のイメージ写真でもいいかもわからないですけどね、メンバーみんな写さずに出たかったまあでも A 版 B 版説ね、これは一つありですよね、うん、そうですよね、うん、あと何かありますか、うん、A 版 B、 あとついてくるものとして、そうですね、ついてくるものとして、うん、レコーディング映像みたいな、レコーディングしてる最中の映像とか、これでも人によったら映されへんのちゃうかな、めっちゃ怒られてることがありますね。あ、そうなんですか。怒られてること。なかなかこうね、なかなか。だってもうレコーディング映像の長い子がよくレコーディングしてる子で、はい、レコーディング映像の短い子はあんまり使ってもらってないってことがなんか出ちゃいますからね、これね。あ。すごいリアルな話をしてます。なんとも言えない。ね、だからまあまあレコーディング映像はちょっと、まあ、レコーディング写真ならいいんですけどね、映像にするとね、なんかね、そうですね、こう地味にね、僕の低い声でどこ撮ってんの、怖い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 ちょっとね、あれだよね、これね、まあおまけとしてでも他なんかないですか、なんかグッズのね、グッズ、今まで作ってないフォアラップグッズにないもので反則で何か販売促進のプロモーションでつけれるものなんかないかなとかね、フォアラップタオル、タオルな、タオル、ちょっと長めの細い感じのタオル、うん、ありますね、うん、ありますとか、そうですね、なんかあれ400円ぐらい、めっちゃリアルなコスト的にちょっと高かったかな、なんかタオルは別にその、うん、あれじゃなくていいと思うんですよ、メンバーカラーじゃなくてもいいと思うんですよ、こうそれこそあのラインが入った、全員のカラーのラインが入ったとか、はい、そういう感じにしたら、いやでもちょっとね、タオルはね、香りはね、はい、もうそのまあいわゆるその大人の、ね、なるほどなるほど、まあ、コストっていうものがね、僕ら実は作ろうとしたんです、あ、そうなんですか、なんで全部調べたんですけど、はい、あの意外にね、ロットが、ロットって作らなきゃ最低の数が多くて、はい、1枚あたりのコストが意外にかかってきて、はい、だからね、あのライブで売ってるタオルってみんな結構ね、うん、2000円とかで、そうそう、あのアーティストのやつ売りますけど、うん、あ、原価結構かかってるなっていうふうに思ってるんですよね、うんうん、まあ、今の話を踏まえた延長線上でできるとしたら髪が好き やばい、油取り紙油取り紙いいんじゃないですか、ほんでうっすらとね、電気に当ててみたら透かし画像でホアラップがポーッと、なんかいる、なんか透かしで光当てた時だけいるっていうね、油取り紙、あ、1枚限定ですよ、もちろんやばい、ぐちゃぐちゃになるいやでもそうです、タオル系はでもいいんですけどね、なんかちっちゃなハンドタオルでも本当はね、なんかタオルっていうのはこれからの季節も必需品になってきますからね、いいなと思うんですけどね、タオルかそこで詰まってるっていう、なんか嫌ですね、ちょっと大人の事情がこうあってね、まあ、なんかをね、夏場の時プロモーションでちょっと
ね、あのメンバーのね、今 CD 買ってきたらついてくるよっていうランダムについてくるメンバーのカードも実はですね、4月ちょっと作り直しがありまして、はい、あの新しいバージョンになるということで、はい、あのまあまあ4月以降はおまけでついてくるカードの写真も少しみんな成長した状態の写真に切り替わる予定になっておりますので、うん、乞うご期待をということで、はい、3月30日の番組この辺でお開きというふうになるんですけども、まあ、最後の曲としましては、はい、実は難波店のイベントでお昼の2時夕方の5時からの2回、トークイベントをさせていただいたんですけども、その、2部でしたっけね、一部でやった曲は覚えてますか、はい、フリーを当てたの一部は何でしたか、それがラプソディ、そうですよね、はい、2部の時ね、僕ちょっとあえてライブ以外で見る、ライブ以外でなかなかメンバーがフルで踊ってる姿って見ることがないんですけども、うんうん、あ、この曲改めて見てなかなか可愛い振りしてるなっていうふうに思いました、うんうん、その曲で今週はお別れになるんですけども、かおりん分かってますでしょうかね、この曲ね、はい、分かってます、分かってますかね、じゃあかおりんから、はい、最後の曲の紹介をお願いします。はい、僕たちの地球が違う、僕たちのほら、間違ってるしほら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 、大丈夫大丈夫大丈夫、僕たちの火星が四角い、違う、すいません、はい、大丈夫です、ね、タイトルカオリンに締めてもらいたいと思います、はい、はい、どうぞ、僕たちの星が丸い理由持ってるよ、はい、じゃあまた来週、バイバーイ、バイバーイ、
This program is brought to you by DML Nation. ホワイトラプソディー。